仕事が原因でのうつの診断書も出ましたが、会社に休職を言い出せません。働きながら良くなることはありますかと。うつっていうのは基本的には時間の経過で良くなります。だから薬物療法をしながらでも、休職してでも、あれですけど、基本的には3ヶ月、半年、1年経つとですね、良くなるので、まあ、あの、仕事をしながらでも、まあ、良くなるっちゃ良くなりますけれど、ただ、あの、苦しいし、 あの、時間がかかるかもしれないんですよね。で、仕事をしながら治療してると、変なミスを犯したりとかして、なんか、妙にね、なんか、周りからね、なんかトラブルが多いよ、お前とか言って怒られちゃったりしたりするんで、それだったら、もうね、あの、休んだ方がいいよってこともあるわけですよ。<laughs> だから、あの、それは、あの、いろんな兼ね合いによるのかなと思いますね。うん。はい。 えー、実際でもね、休めないので、あの、働きながら、もう、かろうじて働きながら、うつの治療してる人っていうのもいます。はい。でも、まあ、病状によりますね、それも。